大阪メトロ御堂筋線の江坂駅にやってきました。ここは8番出口を出たところですね。この角っちょにローソンがあります。そして今日はこっち方面にテクテク歩いていきます。ローソンの角っちょをこっち側に歩いていく。そしてずっと歩いていくとこんな建物が出てきます。今日のお目当てはこちらです。ビルの入り口はこうなってます。本当にここで合ってるんでしょうか。今日はここの4階にお邪魔します。では入って階段を上っていきます。階段で4階はまあまあきつい。エレベーターはないっていうことですね。そしてトイレもちゃんとあります。でこっちに進んでいって、奥左手が今回の目的地です。やってきました。今回お邪魔するのはリカラーの大阪店さんですね。初めて来ます。ここもずっと来たかったんですよね。割と多くの方におすすめされていました。レイアウトでかっ。すごいな。線路がいっぱい敷かれてます。こっちには京都駅も再現されてます。高架は新幹線のホームになってるんかな。いろいろ情景が作られてます。ストラクチャー関係もちゃんと光が入ってました。引いてみるとこんな感じ。ツイッターでよくお見かけする雪景色のセクションもありました。そして手前に広がるのはでっかい貨物のヤードですね。すごい、めちゃくちゃ広い。こっからここまでこんなに広い。そして片隅にはゾウ生の倉庫もありました。ジオラマの反対側にやってきました。大きいのは伝わるかと思います。お店のワンフロアもかなり広いですね。奥側に山があって線路がバーッと広がってます。映像で見るとどっから撮影してるのか分かりにくいかと思いますが、こっちから撮影してます。山があった方ですね。こっち側にでっかい山が設置されてます。そしてこちらが有名な雪景色のセクションやね。新幹線の高架もあって、地上部分にも複線と単線の線路がありますね。ここは写真映えしそう。めっちゃかっこいい。で引いてみるとこうなります。幅というか奥行きがある情景なんで写真撮影はかなり楽しそう。 SL とかも似合いそうですよね。そしてこっちはこう。あとなんかインベタのガチャガチャもありましたね。このガチャマシーン欲しいな。では今回もレンタルさせてもらいます。今回は3番線と4番線を使わせてもらうことにしました。京都駅のホームを通る地上の線路になってます。テーブルと手前に見えるのが椅子です。配線図もちゃんと用意されてます。そしてコントローラーは加藤のパワーパックスタンダード SX とポイントはトミックスのものが使用されてますね。なんかいっぱい書いてる。ここも初見でバッチリ操作するのは難しいかもしれませんが、慣れてる方からするとパチパチいけるかも。こちらは4番線のポイントですかね。京都駅の構内のポイントになってるかと思います。ちなみに椅子は加藤製でもトミックス製でもありません。ちゃんと座れます。座席から見たジオラマですが、目の前にめちゃくちゃレールがいっぱい並んでます。3線×4席分なんで12線7出るんか。すごっ。では列車走らせていきます。今回も加藤のパンダクロシを持ってきました。いつも通りのやつ。パンダも優しゅう微笑んどるわ。では開けていきます。オープン。てってれー。そして説明書ペロ。まあいつも通りのパンダクロシオです。パンダクロシオばっかり走らせるなというコメントもありますが、別に何を走らせてもいいやろこのポク。それでは列車を線路に置いていくよ。線路がいっぱいあってどこがどこか分かりません。手前から3番線4番線5番線6番線になってるみたいですね。じゃあここにとりあえず置いときましょう。こちらがリレーラーになってます。いつもありがとうございます。リレーラーのアップのシーンを見れるのはこのチャンネルだけ。あとは車両を置いていきます。すっ。はい、列車を乗せれました。奥行きがあるところに列車を乗せるとやっぱり映えますね。やっぱパンダクロシオは6両編成なんで扱いやすいですね。引いてみるとこんな感じ。では動かしてみます。どっち方向に動くのかわからなかったんで、とりあえず全身で動かしてみました。全身やと左側に進んでいくんですね。なるほど。これで京都駅の方まで列車進めてみます。おお、動いとる動いとる。列車がホームの方に進んでいきました。実写ではパンダクロシオはこのホームには入らないかもしれませんが、なんか適当に走らせてます。こうやって見ると京都駅やっぱでかいですね。では進行方向を切り替えて走らせていきます。いってらっしゃい。京都駅のホームから列車が出発します。パンクロが走る位置じゃないかもしれませんが、まあ動いたらいいということでこの路線を周回させることにします。おお、走った走った。車両は問題なく走ってますね。あとは引いて列車を追かけながらジオラマ全体を見ていきます。運転台の前を走っていくパンクロ、緩やかなカーブを走ってますね。そしてこっからカーブで大きく曲がります。列車はカーブを曲がると高架の下をくぐっていきますね。ここは結構ジオラマの奥の方を走るっていう感じですね。運転席側からは少し見にくい角度かもしれない。
こっち側から見るとこんな感じです。高架3線くぐってたんですね。ちょっと山あいのカーブをこのように走っていきます。ここら辺の光の当たり具合がかっこいいですね。レールがギラッとしてるところもいい感じ。ここでまた高架の下をくぐって S 字カーブみたいになってるんだね。カーブ抜けると駅が見えてきますね。ここの駅は通過するっぽいです。ストラクチャーも割と並んでる区間やね。 S 字カーブを抜けて駅の横を走っていくんやね。駅に止まるわけじゃなくて横側を通過していきます。築堤の下をさーっと走る感じやね。手前に iPhone もありますが、大阪店でも各セクションを生中継で配信してるみたいですね。で、引いてみるとこう。こちら側もレール入り組んでますよね。高架の下をくぐってカーブ曲がってきます。そして最後の大きいカーブを曲がって京都駅の方に戻ってくるんやね。こちらもストラクチャー並んでますが、まだ工事中っていう感じの場所もありました。京都駅の方に戻ってレイアウトぐるっと一周やね。そしてこちらは3番線の対比線の部分になるんですけど、ちっちゃい機関車がこのように並んでます。そしてジオラマの中央部分から列車見てみます。こっからくぐって中央に入れるんやね。はい、中から出てきました。ジオラマの中央部分から見ることができます。ビルがいっぱい並んでます。ぐるっと一周眺めてみましょう。ここは山っぽくなってますね。そしてこっちは駅っぽくなってます。いや、ぽくなってるというか駅ですね。そしてダブルクロスもずらっと並んでましたね。かっこいい。線路がいっぱいだねーっていう感じです。そして京都駅がこちら。レイアウトの様子はリカラーさんの YouTube チャンネルでこのように配信されてるんだね。パンダクロシオもさーっと走ってます。チャンネルは YouTube でリカラーって検索すると出ると思います。そしてこちら、京都駅の真上から線路を眺めてます。手前を走るのはパンダクロシオです。やっぱパンダクロシオはここは走らへんか。お、なんか水風が来ましたね。水風とすれ違い。駅構内はかなり広めになってます。やっぱり実際にある場所のジオラマなんで、そこにあった車両が入るといいかもしれませんが、まあいいでしょう。あとこの京都駅は写真撮影の時とかを取り外せるみたいですね。京都駅のディテールを寄って見てみます。おお、すごい。確かに京都駅ってこんな形してますよね。窓がいっぱいついてる。そうそうそう、実写の京都駅も取り外してみた時こんな感じでしたね。再現度高い。あと京都駅の裏側には小さい窓が開いてて、そこから覗くことができます。手前にあるのは嵯峨野線のホームですかね。こっから覗いて列車を見ることもできる。動画ではジオラマ全体を俯瞰で眺めてますが、寄って写真撮影とかすると映えるスポットはいっぱいあるかと思います。広いジオラマでゆったり走らせるのはやっぱ楽しいね。はい、というわけでお時間が来たんで列車を止めて終わります。パンダクロシオくん、今日もありがとうございました。うちの場合は自宅でなかなか走らせることがないんで、こういう風にレンタルレイアウトで走らせれる、このようにレンタルレイアウトで走らせるのはやっぱ楽しいですね。そしてケースに片付けました。ありがとうございました。その他もろもろも片付けて終わりです。3番線全然映してませんが、4番線の伏線になってるんで、走るところはほぼ一緒かと思います。駅の分岐操作は若干違うかも。ちゅうわけで本日はここでドローンします。お店の詳細は説明欄にリンク載せておきますので、気になった方はそちらをどうぞ。あとついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。